Léon. Oh, je tape. On dit calibre des airs. Oui. Oh, je tape. Putain. Ah, on est là. C'était en. Ah, on est là. Plus machin. Le Léon. Oh, ah. このスモラ場にすごいバイクあるんですけど乗りません。ビートクロスモラ場。降ってよ。もっと付き合え、もっと付き合え。もういいかな。よーし食った。あ、こんなんか。こんなんだ。あ、落ちちゃった。まさ汚れちゃったけど。ビートクロースモラバ。こんなんでファイアボーイジグとビートクローで。これがやっぱりいっぱい当たってくるのね。おっ、来た、来たよ。来たよ。あー、惜しかった。お、ちょっといいか。ちょっとサイズアップか。ちょっとサイズアップだ。ちょっとって言ってもほんとちょっとだ。うーん、よいしょ。よいしょ。うわ、太い。なんだこいつ。プリだ。こんなのいけでプリって。はい。ビートクローのとファイヤーボーイジグスモラバです。いいですね、のいけっぽい。やっぱ浅いところの魚はすごい。もう着水できてくるね。虫パターンだね。うわ、来た。おい、いいね。お。よいしょ。はい、乗っていい。もう一本。あ、腕を取られた。ビートクロー、腕をこいつに取られたけど。これも、はい、いや、こういう、綺麗なマスやね。よし。はい、まず一つ目のセッティング、ビートクローのスモラバですね。さっきノイケで使ったんですけども、ちょっとアベレージが小さい時とか、すごい魚が擦れててどうしても食わせたいような時に、このファイアボーイジグとビートクローの組み合わせでちょっとフィネスな感じで使う時はこちらのセッティングを使ってます。今このビートクローのジカリグで、この足元ですよね、オーバーハンドで草がブワーッとなってるとこに、もうこういう風に落として、ボトムついたらちょっと待ってシェイクでも回収、そして次のところどんどんちょっとジカリグで打っていってみます。ちょっとジカリグはだいぶ引っかかりにくいんで、これすごい使えるリグですね。もうテンポよく投げて、当たりシェイクしてこなかったら次。よし、あ、引っかかっちゃった。ちょっとやりたくなっちゃう。ビートクロジカリグ、もう落とすだけ。ちっちゃかった。乗り切ります。くたくた。おーし、くた。うわ、でかいわ。よいしょ。いかかった。抜けるかな。よいしょ。うわ、でけうわ、でかい。ビートクロー、このジカリグですね。うわ、これはでかい。ほら、がっつり。いや、もう落としたらすぐ速攻を叩く。よし、
これはでかい。はい、ノイケいいサイズですよ。これ40ぐらいあるかな。はい、いただきました。ビートクローの次はジカリグですね。これちょっと僕結構お気に入りなセッティングなんですけども、テキサスよりも軽いウェイトで、カバーの中に入っててくれるんですよね、マットとかでも。なんで結構この意外とジカリグ使ってますね。でこのジカリグと僕この意外とヘビランを2つ使い分けることが多いんですけども、どういう使い分けかっていうと、カバーの中とかちょっと険しいようなところはジカリグで、カバーの際とか護岸際だったりは僕はヘビランを使うようにしています。ジカリグはもちろん引っかかりにくいっていうのもあるんですけども、このヘビランはフォールしてきてシンカーがついてからノーシンカー状態でワームが落ちる、バタバタバタフォールしてきてふわっていう緩急の差がつけれるんで、ちょっとリアクション要素があるんで、他のテキサスとかジカリグに比べるとちょっと違う動きがまた出せるんで、際だったりとかはカバー際とかって言われるちょっと引っかかりにくいようなシチュエーションでは僕は意外とこのヘビランを利用してます。やっぱり入れたらすぐだ。はい、ビートクロージカリグ、はい、いいね、ジカリグ、はい、テキサスよりこのジカリグの方が僕ちょっと好きかもしれないですね。であとはジグトレーラーですね。もうラバージグはもう皆さんご存知の通り、来ればでかいっていうイメージが多いと思うんですけど、まさにその通りで、ジカリグとかヘビダン、スモラバに比べるとバイトは少なくなるんですけども、その分来ればデカバスが多いっていうので、ここぞ一発キッカーフィッシュが欲しいっていう時は僕はこのロックジグ2にビートクローという組み合わせ、ジグトレーラーとしてビートクローを使ってます。この今度はこの足とか、あとこの水面を覆う色、こういうものの足とかウィードの際にこのビートクローヘビダン、こいつをちょっと落として使ってみます。40、ちょっとワーム飛んじゃいましたけど、ビートクロヘビランです。よし、ちょっと細いですけど40きましたね。